岡谷 ORS とヨハシ ORS、オフレールステーションは、日本貨物鉄道の貨物駅の一形態。当初から、オフレールステーションとして設立されたものと、自動車代行駅、コンテナセンターからの解消で発足したものとがある。なお、2010年代後半からは、オフレールステーションの一部について、業態規模を見直し、新営業所へ、名称変更された例がある。本では、 新営業所についても合わせて記載する。名前が示す通り、輸送経路としての線路を伴わない、鉄道コンテナ取り扱い基地であり、貨物列車の発着も当然ない。ただし、自動車代行駅から切り替えられたオフレールステーションには、線路が残っているものもある。他の貨物駅とは、最寄りの拠点駅を介して結ばれるため、拠点駅との間に、 トラック便が一日数往復設定されている。発着貨物の運賃料金は自動車代行駅、コンテナセンターを全身に持つオフレールステーションであれば、廃止前、移転前の貨物駅に設定されていた営業機ロを使用して算出される。全身の駅がないハブオフレールステーションでは、トラックの走行距離に応じた料金を別途収受する。ハブ ORS2000 年10月10日に付近に 貨物駅のなかった場所に設置されたハブオフレイルステーションがその始まりである。2005年9月14日にはカリアコンテナセンターが移転によりカリアオフレイルステーションに解消2番目の例となった。この両 ORS は周辺に貨物駅がない地域での荷主の利便性向上や鉄道コンテナの利用促進を目的として開設されたものである。 過去に小規模を含めて全国に散在していた、元々のコンテナ取り扱いが合理化で、次々と廃止された。これにより、地域によっては細々と続く、地場産業の出荷困難などの弊害もあり、その代わりの打開策として、同じ方式を採用していた自動車代行駅と、コンテナセンターの名称を2006年4月1日に、オフレールステーションに統一することになり、 33カ所になった。その後3カ所追加され、2009年5月時点でオフレールステーションは36カ所存在していた。しかし、2010年代に入るとそのトラック便の設定が廃止され、オフレールステーションとしても営業終了する例も発生している。結果的に2010年以降4カ所の追加と4カ所の営業終了が行われ、 2017年3月時点では36カ所となっている。また、その一部は前日のように2010年代後半に新営業所へと転換されている。なお、国鉄時代にも自動車専用の貨物駅は存在していた。当時は自動車局の事業であり、バス路線に沿ってトラックを運行しており、国鉄で運行している場合もあれば、日本通運に委託しているケースもあった。 その中でも長野県の北山線は自動車貨物線として4カ所の貨物専用自動車駅が存在しており、特に品の玉川は駅名表記こそ消されたものの、現在でも建物が残っている。なお、オフレールステーションではないが、北見駅と富良野駅の二駅は年間を通して自動車代行を行っており、輸送量が多くなる季節は臨時貨物列車も設定される。 ありがとうございます。